派遣とは微生物学の専門用語の一つであり、微生物の生息地としての植物における地面から上の部位全体である。派遣とは植物の地上部で、かつ微生物の生息域である空間である。従って、派遣は、歯と幼少に限定されず、芽薬期、花、果実を含む。このため、コラスフィア、フィリップレイン、アンソスフィア及びカーペスフィアに、 細分化される。一方、微生物の生息地である地面から下の植物部位には根ンとレーマスフィアがある。根ンは根でのレーマスフィアは茎の地下部での周囲の土壌空間である。派遣という語は根ンに対する語として1950年代半ばに作られた。根ンは1904年にヒルトナーによって定義された。 派遣は1955年にラストがその翌年に類年が用い始めた。派遣の英語フィリスフィアの由来は古代ギリシャ語のファイ、ラムダラムダニュートシグマファイアルファーローアルファーであった。当初、派遣は植物地上部の表面と定義されていた。このため、派遣微生物とは葉の表面に生息するエピファイトの実を示していた。現在では、 派遣微生物は植物表面のエピファイトと内部のエンドファイトの両方を意味する場合もある。しかし通常エピファイトを中心とした微生物群を指す場合が多い。一般にエンドファイトよりもエピファイトの菌数が多いためである。衛星データによると地上の総用面積は地球表面の 約125から200%であり、推定約6億4000万から10億平方キロメートルである。そこに生息する微生物数は地球規模で炭素循環と窒素循環を左右するのに十分なほど大きい。通常、植物の配置平方センチメートルあたりの細菌数は100万から1000万匹である。柑橘類や 信葉樹など一部の植物では1平方センチメートルあたり1000未満であり、著しく少ない。これらの情報から、控えめに見積もって、地球全体での破遣の総再建数は1026個以上である。波状で有機物は微生物細胞に吸収されて、別の化合物として再び波状に放出されるため、破遣の環境と物質移動は基本的に変化しない。 派遣は微生物にとって砂漠のような環境と表現されるほど過酷である。葉の表面の環境特性は局所や時期で異なる。気候、毛だけ、表皮細胞の窪地では地形や保水性、植物の分泌物が異なる。気候周辺や毛だけ基部周辺、表皮細胞の接合部の窪地は細菌が各種ストレスから身を守りやすい部位と考えられている。 派遣微生物は通常、葉の口倉層で生息する。この場所は、非常に複雑な三次元結晶構造を有し、植物の成長に従いその構造を変化させる。したがって、派遣微生物の遺伝子型や表現型は多種多様である。派遣には、細菌や酵母、四条菌、真菌、植物ウイルス、古細菌、粘菌、緑藻類、苔、地類、シダ。 原生動物などが生息する。派遣微生物で最もバイオマス量が大きいのは、細菌である。その存在量は、培養可能な細菌だけでも、一般的な植物の葉の表面積1、センチメートルあたり106から107セルズに及ぶ。派遣の細菌群は多様であり、植物病原菌、喫光菌、植物ホルモン酸性菌、フェノール分解菌、窒素固定菌などを含む。 これら細菌群の分布と細胞数は植物の健康や生態系での物質循環に重要であると考えられている。個々の派遣細菌の相対的な細胞数やコロニー数は植物種によって異なる。派遣細菌の群集構造は同種植物の派遣で類似し、異種で大きく異なる傾向がある。例えば柑橘類では、 系統的に近しいネーブルオレンジとバレンシアオレンジで群衆構造は非常に似ており同じ生育場所、環境でも系統的に遠いオロブランコとは明確に異なる。優先細菌種要件には植物種に固有の優先細菌種が存在する。常緑よび落葉公葉樹の葉面にはアルターネリア SP、マイケロスポラプシス SP、クラドスポリウム SP、 ペステローシオプシス SP の順で検出頻度が高い。歯内部ではファマプシス SP、フィラスティクタ SP、コレトトリクム SPP の順で高い。ファマプシス SP は、葉面と内部の両方で生息する。ペステローシオプシス SP、エピーコカム SP、ボトリティス SP、フォーマ SP、ニューコー s P、トリコデルマ SP は、 植物内部に生息できず、典型的な葉面菌である。フィラスティクタ SP は、葉面に生息せず、典型的な内生菌である。葉面菌は、葉の老化に伴い内生することが報告されている。宿主植物による影響要件微生物の群集構造の類似性は、宿主植物の空間的近さにほとんど依存しない。同一森林内においても、 派遣細菌の群集は樹種によって特有の構造を有する。熱帯帯西洋の森林での非培養法による調査によると、各樹種の派遣細菌群集は少なくとも95から671種の細菌で構成されており、その中の0.5%だけがすべての樹種で共通である。派遣微生物の群集構造が宿主によって特異的であることは、葉の物理的、 科学的性質の違いによると考えられている。波状での特定の物質 β カロテン、アルケニルグルコシノレート、ニプロペン、3ブテン、ヨンペンテンの濃度は、性の相関を、暗測抗酸グルコシノレートマイナスに、フェニルエチルの濃度は、負の相関を波剣細菌数に対して示す。これらの物質は、宿子植物から供給される。したがって、波剣細菌の群衆構造は、 ネケンの場合と同様に、宿主植物からの供給物質に影響されている。外来因子による影響要件微生物の群集構造は、宿主植物に由来しない物理的な環境要因からも影響を受ける。トウモロコシでの構造は UV 照射によって、シダ植物での構造は乾燥時と非乾燥時で変化する。したがって、宿主植物の生息地域や気候も、 群衆構造決定の要素であると考えられている。微生物に対する目的のものでなくとも、農業活動で使用される薬剤や農業資材も、群衆構造に影響を与える。農薬を散布されたリンゴの葉は、されていない葉に比べて、微生物数が10から1万分の一に減少する。スイスのリンゴの果実表面において、農薬使用の観光栽培でよりも無農薬の有機栽培で、 新菌類の細胞数が優位に多く、種数が豊富であった。殺虫剤のシッペルメトリンの使用は、ピーマン錠剤性の細菌数を増加させ、その群衆構造を大きく変える。酸化チタンの噴霧は微生物に、スーパーオキシドジスムターゼの発現を誘導させ、群衆構造を大きく変える。PCA は土着の派遣微生物に影響があることが、いくつかの例で明らかになっている。 b c a のバシラスチューリンゲンシスは故障に定着せず、派遣微生物の総重量を変化させないにもかかわらず、群衆構造を著しく変える。市場菌によるうどんこ病は、疾患要件の優先種を特定の細菌種に変える。優先化させる細菌種は、うどんこ病の病原菌によって異なる可能性が指摘されている。季節的変動国の派遣菌は、時期によって、 細胞数を変化させ、群衆構造は季節的変動を示す。そしてその変動の様相は、陽面菌と内生菌で異なる。陽面菌の全細胞数は、常緑及び落葉高葉樹で4月から12月までの全期間で変化しない。最も多い陽面菌、アルターネリア SP およびクラドスポリウム SP は4月から12月のほぼすべての期間で、 同頻度に発生する。次に検出頻度が多い、マイケロスフォラプシス SP は4月から12月にかけて減少傾向を示し、ペステローシオプシス SP は8月以降増加する傾向を示す。常緑紅葉樹での内製菌も同様に、発酵葉樹で4月から12月までの全期間で全細胞数を変化させない。最も多い内成菌であるファマプシス SP と、 フィラスティクタ SP は4月から12月までの全期間で検出されるが、これと取り組む SPP は4月から12月にかけて増加傾向を示す。対して、落葉紅葉樹の内製菌は、新葉が展開する6月まで検出されない。新葉展開後の6月頃から12月にかけて、全細胞数は増加傾向を示す。 ファマプシス SP は4月から12月にかけて減少する傾向を示し、フィラスティクタ SP とこれと取り組む SPP は7月から発生が見られ、12月まで増加傾向を示す。派遣は過酷な環境であるため、それを克服するため派遣微生物は様々な遺伝子型や表現形を有する。インドール作酸要件にはインドール作酸生産能を持つ細菌が多い。 イヤーは植物の細胞壁を主観させ多頭類を有利させる。このためイヤー生産菌はイヤーを養面に暴露し栄養素を溶出させて獲得していると推測されている。実際パントエアギーラマランズの野生株では非生産株よりも養面への定着能力が著しく高い。UV 耐性色素の生産能を持つ微生物の割合は根圏でよりも派県で大きい。 色素生産性の派遣微生物では、非生産性の株でよりも、紫外線耐性が高い。UV は DNA を損傷させるため、UV 耐性が派遣での生育に重要であるとされる。色素の酸性による UV の影響の軽減と、DNA 損傷の修復が、派遣への適用に関わると考えられている。プソイドモナスシリングイにおいて、DNA 損傷の修復機構は、 派遣での生存に重要であることが確認されている。バイオフィルムと集合体の形成要件微生物は、要面に均一に分布しているのではなく、局所的にバイオフィルムを形成して、そこに密集していることが示唆されている。プソイドモナスシリンゲイでは単独で、派遣に存在する場合よりも、バイオフィルムを形成し密集している方が、紫外線や乾燥、 殺菌剤などの環境ストレスに対する耐性が強い。特に乾燥への適用として、バイオフィルムは重要であることがわかっている。リンドラは、この事実から、細胞密度に依存する遺伝子発現機構が、派遣での環境ストレス耐性に重要であることを指摘した。クオーラムセンシングの誘導物質 N アシル L、ホモセリンラクトンの生産能の欠損ヘニー株では、 野生株と比べて派遣における乾燥耐性が低い。P シリンゲを含めたあるの酸性菌、及びクオラムセンシングの格乱物質の酸性菌は派遣で一定の割合で存在する。このことから派遣微生物は互いに影響し合いながらバイオフィルムを形成している可能性がある。また、 バイオフィルム中の高い細菌密度は遺伝子の水平電波を高い頻度で引き起こしていると指摘されている。弁毛弁毛によって派遣細菌は生存に適した場所に移動することができ、生存率を高める。弁毛はスイム型の運動性に関与しており、細菌細胞単体での自由な運動が可能となる。細菌のスイム型の運動性は水中、または物体表面の厚い液層中、 例えば、発水性の溶面の水滴中で現れる。表面に薄い液層が張っている場合、例えば濡れた葉の表面の場合、細菌は群衆を形成し、集団によるスワーム型の運動性を示す。スワーム型の運動性には、弁毛やクオラムセンシングが関与しているとされる。ただし、チャカや気病細菌において弁毛はスワーム型の運動性に優位に関係しない。 チャーカヤキ病細菌プソイドモナスシリンゲイ PVT において弁毛はバイオフィルムと派遣における細菌集合体の形成に寄与する。T 株では葉の有し部位への移動と定着に重要であり、有症部位での生存率を高める。青枯レ病細菌では弁毛による運動性は植物組織内への侵入と定着に重要である。生物界面活性剤ある種の養面細菌は 生物界面活性剤を酸性、分泌することで、洋面への定着能を高めている。一般に、洋面への定着能が高い細菌は、酸性をする。東らは、生物界面活性剤の酸性能の有無を、細菌検学液を、素水性膜上に適化してその液滴の表面張力を評価することで判定した。派遣微生物の生物界面活性剤には例えば、 クソイドモナスシリンゲーのシリンゴマイシンが存在する。スリングゴミシンは P シリンゲーの病原活性の発現に重要である。大部分の植物宿主は細菌や真菌、古細菌、原生生物といった微生物のコミュニティを提供する。多くの場合、このコミュニティは植物に利益を与えるが、植物に病害や腰死をもたらす場合もある。しかし、 植物に生息する微生物の耐性は、植物の生育や機能に何の効果ももたらさない。窒素固定要件から、窒素固定菌は一定の確率で単理される。これまで単理された派遣微生物は、アゾトバクタ族、属、ベージリングキア属、ダークシア属、シュードモナス属、イザタモナズ属、フラボバクティリアム属、クレブシェイラ属、バシラス属、クロストリジウム属、 サイアノフィシ属、ライケンス属などである。派遣における窒素固定の現場は植物表面の他にもある。クサネムエスコノミニインディカやセスバニア属の茎粒、及びある種の肝と植物の皮目粒では強制的および反強制的窒素固定が行われている。特に熱帯ウリンでは派遣微生物による窒素固定が植物の重要な窒素供給経路であることが 指摘されている。熱帯雨林では、湿度が高くて派遣微生物数が大きく、また、植物の生産性の高さに対して、土壌中の窒素分が少ないためである。一般に、窒素固定には C、N 比が高い環境が望ましく、熱帯生植物の養鶏免養質物の C、N 比が高いことも、熱帯雨林で窒素固定が活発な理由と考えられている。 熱帯性植物グアテマーラグラスの養生水の C、N 比は658と大きく、窒素固定能が顕著に高い。一方でアブリルラによると、熱帯ウリンと比べて湿度が低いステップ気候の森林においても、派遣微生物による窒素固定の重要性は高い。以上の研究結果から、派遣細菌による窒素固定は森林における普遍的な窒素、 供給源であることが示唆される。派遣には、よく微生物以外の生物が生息している。派遣の地位類には、以下の種類がある。商用上着生の地位類は800種が知られており、アーサニア属、ベシディア属、ビセロマ属、マゾシア属、ポリナ属、ストライグヤラ属及びトライカーイア属などが知られている。データバンクには1996年時点で、 商用上着生のルジョイニチ下のコケ類が選手、登録されており、カールジョイニア族、セラタリジョイニア族、ドレパノルジョイニア族及びコールラ族が含まれる。これら馬剣植物は、熱帯と亜熱帯で多く見られるが、イングランドのエンボス気候の高緯度地域でも、西洋キズタの葉からコケ類が単理される。葉が古くなって、 クチクラ層が薄くなり、水での濡れ性が高くなると覇権に緑層が現れることがある。温帯気候であっても、幼霊2年の新葉樹の葉で、クローレコカス属がよく観察される。根ンの研究には100年以上の伝統があり、植物と微生物との相互作用について、最も研究が進んでいるのは根ンの分野である。しかし近年、覇権への関心が高まっている。 当初、派遣微生物学者の主な関心は微生物の派遣への定住、電波及び有害作用の機構を理解し、適切な対策を考案することであり、植物病原体についての研究であった。一方で、多数の無害な派遣微生物が派遣金層に影響を与えることが明らかとなった。その他、派遣微生物を用いた生物的防除の研究も行われている。 また、派遣微生物学の基礎として、派遣微生物賞がいくつかの植物で同定されている。2015年には白犬なずなの派遣と、根ンからおよそ8000の単理株が生成され、代表的な400株のゲノム塩基配列が解読された。派遣微生物の古典的な研究手法には、派遣微生物をクローニングする方法がいくつかある。ではまず、 葉を寒天媒地などの寒天媒地に穏やかに押し付けて、取り除く。媒地を高温培養し、コロニーの出現を待つ。リーフウォッシングでは葉を生理食塩水やリン酸干渉液などの溶液で洗い、その染液を寒天媒地に塗布する。二つの方法はどちらも派遣微生物を管理するためのものであり、その後の観察や分析を可能にする。 自然環境中の微生物の大半は培養が困難な難培養性微生物である。土壌中においては最近の99%が難培養性と言われている。最初に非培養法によって派遣細菌を調査したヤンラによると培養法で確かめられている知見よりも微生物、群集はより複雑で微生物種はより多い。培養法による調査では バシラスチューリンゲンシスは PCA として使用しても派遣微生物の群集構造に影響を与えないとされたが非培養法でのより新しい調査結果によると大きな構造変化が確認された。培養法を用いずに難培養性微生物を研究する手法には派遣から DNA を直接抽出して分子生物学的に分析する手法が一般的である。 最も多用されるのは、強使用を干渉液中で超音波により洗浄し、歯から有利した菌体を集め、DNA を抽出する方法である。この場合、DNA 抽出には土壌 DNA 抽出法が用いられる。欠点として、歯間で微生物はバイオフィルムを形成して強固に吸着しているため、超音波洗浄で全ての菌体を集めることはできない。 強子葉を丸ごと破砕して全 DNA を抽出する方法もある。この方法では植物の内製菌を含む全微生物 DNA を得ることを可能にするが抽出 DNA に植物 DNA も混入する。この混入物には植物の葉緑体由来の1 6 s 砂も含む。したがって 細菌ゲノムの網羅的解析をしようと DNA 抽出後に 16S 砂の PCR を行うと植物 DNA も増幅させてしまう。このことにより電気営動や多形解析でバックグラウンドの DNA が多すぎて細菌群の 16S 砂は時に検出されない。解析で特定の種や属を標的に特定するならば 葉緑体由来の重力エース砂が増幅されず、有用な試験結果が得られる可能性がある。強使用を DNA 抽出液で直接処理することで葉の表層のみを溶解し、表層の DNA のみを限定的に抽出する方法もある。須田は DNA 抽出液に塩化ベンジルを使用することで、PCR、p c r d ッチ法で、葉遣微生物の群集構造を解析した。 この方法では、抽出 DNA にエピクチクラワックス由来の不純物が混入するため、DNA 生成の工程が必要である。しかし、破砕法に比べると不純物や植物 DNA の混入量は少ない。培養法、または非培養法で得られた派遣微生物のゲノムを分析することで、その遺伝学的、分子生物学的分析を行うことができる。まず、 抽出した DNA の溶液をポリメラーゼ連鎖反応にかけ、目的の遺伝子または DNA 配列の数を増加させる。ゲル電気営動により遺伝子の実を抽出する。特定の遺伝子、配列に特異的なマーカーにより生成物から目的の遺伝子、配列を検出、定量することができる。マーカーには生物種、あるいは分類群に特異的なものがあり。 例えば 16S、ナマーカーは細菌などの原核生物のみを、18S、ナマーカーは真菌などの真核生物のみを検出する。腺液を質量分析法で分析すると、派遣微生物のタンパク質を解析することができる。細菌や真菌放射の見学液を実験室、または野外で植物の歯に摂取することで、その派遣の 微生物の生息地としての特性を試験することができる。この試験は摂取された微生物がその派遣環境及び既存微生物との相互作用に対してどのような反応や生育をするかを明らかにする。特に病原微生物や有用微生物が派遣でどのような過程で繁殖をするか、繁殖のためにどのような条件を必要とするかがよく調査される。 摂取微生物には特定の物理条件や化学物質に対して検出可能な化合物を産生する遺伝子改変微生物が用いられることがある。バイオリポーターの使用は波状での糖などの栄養素、水、またはその他特定の物質の存在量や分布の解析を可能にする。バイオリポーターが蛍光遺伝子などやレポーター遺伝子を有する場合、 その活性を容易に検出することができる。派遣研究の国際学会インターナショナルシンポジウムオンフィリスフィア、マイケロバイラジーは1970年の第1回以来5年周期で開催されてきた。2015年に第10回がスイスモンティー・ベリターで開催された。長年、植物病害の防除を目的として空気感染性の派遣病原菌の整理、生態について 多くの研究がなされてきた。近年、別のアプローチとして、非病原性の常在菌を生物防除剤として利用する研究が行われている。1983年に、遭害原因菌のプソイドモナスシリンゲイを派遣の喫光菌により防除する技術がリンドラにより確立された。それ以降、派遣における病害防除を目的とした製剤はいくつか商品化されている。 これら製材の性能において、標的病原菌に対する喫抗能と宿主植物への定着能が重要である。喫抗能のみを指標として、BCA をスクリーニングすると、喫抗能が高くとも定着が安定しなかったり、短期間のみとなったりすることがある。その場合、防除効果は安定せず十分に発揮されない。スクリーニングした菌体の定着能を評価する。 方法として、エンヤラは、インドール酢酸生産能、エヌアシルエル、ホモセリンラクトン生産能、及び、植物の抗生物質サポニンに対する体制を、調査した。その結果、エンヤラは、トマトの灰色カビ病に対して有望な、b c a 候補、パントエアナナティス菌煙種を単理した。二重エパレクバイジェンティフタトタは、ナス植物を食害するため、 効率的な殺虫剤が求められている。その消化器官の中長は、ペリートロフィック膜を持ち、外的微生物の侵入を防ぐ。この膜は、キチン室で構成されており、キチン分解酵素キチナーゼ生産菌は、ペリートロフィック膜を破壊し、二重や守点灯を殺す。KPM-012A 及び KPM-018。 p v i 液を派遣に噴霧することで成虫の食害と産卵が抑制、及び幼虫が駆除される。また、キチナーゼを遺伝子導入した遺伝子組み換え微生物も二重や星点等のペリトルフィック膜を分解することが報告されている。サルモネラ菌や大腸菌を1 5 7 H7 などの細菌が果物や野菜で繁殖すると毒物質を産生し、 それを食べた人間に対して食中毒の原因となる。最低限の調理しかされていない、生野菜や生化物の消費量増加に伴い、世界で食中毒の件数が増加している。リステリア族といったいくつかの人病原体は土壌微生物である。土壌からまたは、雨滴などの水から直接伝播し、農作物に拡散することが考えられている。 食中毒原因菌クロストリジウム属はススキ、ミスキャンサス死年室の体内で発見されており、広範な植物種の派遣において分布することが示唆されている。派遣の病原菌及びその気候菌を研究することにより、食品の消毒戦略を開発して、食中毒の発生を防止できる可能性がある。葉は空気中にさらされているため、大気汚染物質は、 派遣面積に付着しやすく、派遣微生物と接触しやすい。葉の表面には、汚染物質の低分子フェノール化合物が、大気中の10倍以上の濃度で蓄積されている。このフェノール化合物は、派遣の常在菌により分解されている。サンドゥーは、派遣細菌の汚染物質の分解は、大気の浄化に少なからず影響していることを、指摘している。ありがとうございます。